9月19日、日本と世界2024と題された講演会が開かれました。主催は杉並法人会と東京商工会議所杉並支部です。冒頭、両団体の代表からの挨拶に続いて、講師の太田正勝さんが登場。太田さんは共同通信社での国内海外の支局勤務を経て、2009年から同社の編集委員兼論説委員についています。今回の講演会は、先行き不透明な世界と日本の状況にズバリ切り込んだもの。アメリカ大統領選挙の行方やウクライナ情勢など、刻々と変化する国際社会を俯瞰した内容となりました。核兵器の問題を論じているんだ。皆さん、これからも中小企業ともに、組員ともになって、頑張って前へ前進していきたいと思いますので、どうぞこれからも法人会よろしくお願いいたします。